台湾で飲食店をされている方はですね、本当に DX を進めた方がいいと思います。DX とはデジタルトランスフォーメーション。まあ要するにですね、デジタル化っていうことです。今日この動画ではですね、まあデジタル化をどう進めれば、どうサービスに影響するかっていうお話をしたいと思います。こんにちは。台湾でデジタルマーケティングのサービスを提供するアップルミントという会社の代表を務めますサウです。今日なんですけれども、飲食店の DX、まあ飲食店のデジタルについてお話をしたいと思います。で、なんでこのお話をしたいかっていうとですね、先日、まあ台湾で僕、まあある飲食店に行ったんですけれども、そこの飲食店の、まあ、サービスが悪くなってたんですね。非常にがっかりというか、すごい残念な思いをしたんですけれども、まあ帰った後に思ったのが、今回がっかりしたこと、でデジタル化すればめちゃくちゃ改善というか事前に防ぐことができたなっていうふうに思いました。まあなので今日は飲食店の DX とかあるいは飲食店のデジタル化、まあ、具体的にどんなことをすればいいのかあるいはどんなことができるのかみたいなお話をしたいと思います。飲食店の人の中にはですね、もうなんかデジタルって聞いた瞬間にもう嫌ですとか、あるいはいやうち全然わかんないですとか、あるいはいや SNS とかなんか投稿はしてますけどやり方わかんないですとか言ってる方多いと思うんですけれども、まあ、そういう話っていうよりは本当に自分たちでできることから簡単にできるようなお話から今日はしていきたいなっていうふうに、ね、思います。今日お話ししたいのはたった3つです。このたった3つをするだけで僕はめちゃくちゃサービスが改善すると思ってます。でそのうちの一つはちょっと難易度が高いですけれども、やったらすごいいいなっていうふうに思ってます。じゃあ一つ一つ話していきましょう。まず一つ目なんですけれども、僕はですねもう個人的に予約は全部デジタル化した方がいいと思ってます。誰が予約したかっていうことをですねきちっとデジタル化、まあなんかエクセルのスプレッドシートでもいいです、すればですね少なくとも今日予約した人は1回目なのか、あるいは2回目なのか、3回目なのか、リピーターなのか、新規なのかっていうのは分かります。僕、先日残念な思いをしたお店なんですけれども、そこはですね僕リピーターなんですよ。以前にもですねもう2回も3回も行ったことあるお店なんですけれども、席に着きました。で席に着いた後にですね、僕ウェイターの人からこのメニューはドリンクのメニューです、はい、このメニューは、飲食のメニューですみたいに言われたんですね。でリピーターからしてみると、いやそんなこと分かってるよっていうなんか嫌な気持ちがしたんですよ。少なくとも予約者をデジタル化してきちっとリスト化して、この人はリピーターなのか新規なのかっていうのさえ分かって店員さんと共有すればリピーターとしての扱いはできるじゃないですか。例えばリピーターの人が来たってことが分かったら、あまた来てくれてありがとうございますって一言が言えるんですよ。そのためには予約はデジタル化するべきだと僕は思います。電話とかで取ってもいいとは思いますけれども、電話で取ったら必ずその名前をきちっとパソコンとかに入れてデジタルで管理するっていうことをしないといけないと思います。で、予約をデジタル化するメリットってもう一つあって、それは何かっていうとですね、来店後に DM が送れる、あるいはキャンペーンがあった時に何らかの通知が送れるっていうことです。例えば、まあ、何らかのキャンペーンをしますと、まあ、なんか感謝祭をするとか何でもいいんですけれども、その時に通知する方法がない、自分たちから来てくれたお客さんにアプローチする方法がないってすごいもったいないと思うんですね、まあ、だから僕は予約は全部デジタル化した方がいいと思います。じゃあどういう選択肢があるかっていうと、今時デジタルな予約フォームなんていくらでもあると思うので、まあ、探してみてください。でそれが難しいっていうようであれば、電話でも結構なので、少なくとも電話で書いた人の名前あるいはメールアドレス電話番号っていうのはですねコンピューターにちゃんと貯めて、リスト化するっていうことをするといいと思います。まず一つ目が予約はデジタル化しましょうです。で次なんですけれども、来店客のカルテを作るです。先ほどのお話なんですけれども、デジタルで予約したお客さんを把握していたら、少なくともどの席に何ていう人が座るかっていうのは分かるじゃないですか。この人が何を頼んだかっていうのをきちっとデータ化すれば、例えばその人からまた予約があった時に少なくともフォーキャスト立てやすいと思うんですよ。リピーターだったら特になんですけれども、行ったお店で頼むものって7割から8割は同じだと思うんですね。で残り2割3割がちょっと違うくらいで、
まあ、だったら7割8割のものは準備できるじゃないですか。新規の方に関してはしょうがないと思います。ただ少なくともこうやって誰が来てその人が予約してきたら、予約してきた人だったらその人が何を頼んだかっていうのぐらいはリストアップできるはずなんですね。これ僕飲食店に限らずなんですけれども、来たお客さんが何を頼んだかっていうのはきちっとお医者さんみたいにカルテみたいにするべきっていうふうに思ってます。でそれによってじゃあ例えば次回行きましたってなった時に、僕だったらですよ、その人が以前に唐揚げを最初に頼んでいたっていうのを知っていたら、お店の店員として、あ、以前唐揚げを最初に頼まれてましたけれども、最初に唐揚げからまた頼みましょうかって言われたら、お客さんによってはもうこいつなんで知ってんのって気持ち悪いって思うかもしれないですけれども、僕だったら、あ、この人僕が前回頼んだの覚えてるんだって思うんですよ。まあ、なので、2つ目にお伝えしたいのがですね、来店客のカルテを作る。まあ、中にはもうそんなことやってるよっていう人もいると思います。いると思うんですけれども、僕の知る限りではやっていない人は結構多いと思います。ちなみになんですけれども、スシローさんとかはですね、まあ、お客さんがどの寿司ネタを撮ったかみたいなのを、まあ、きちっと動画で撮って、それを会計に行く前に計算してしまうみたいな、そういうシステムっていうのかな、まあ、そういうのを導入しているらしいんですけれども、これって会計だけじゃなくて、どんな人がどの時間帯にどんな寿司ネタを取ったかっていうのを全部 AI に学習させれば、どんなネタを仕入れるべきかっていうのが、まあ、フォーテストできるようになると思うんですね。こうやって大手とかってどんどんデジタル化してるんですよ。一方でその普通の飲食店さんは、いや、デジタルって聞いただけで、あ、僕ダメみたいに言ってたら、どんどん資本の大きいところとの差は開いていくと思うんですね。なので予約で来た方がどんなものを頼んだかくらいはきちっとリスト化して置いた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。で最後に僕がお伝えしたいのがですね、自分たちが提供している料理のデジタルコンテンツをテーブルで流したらどうかっていうお話です。例えば僕がこの前行ったお店で刺身が書いてあったんですね。まあ、何かの魚の刺身なんですけれども、僕魚ってそんな詳しくないんですよ。一般的に人って自分がわからないものって頼まないじゃないですか。で僕その刺身を見て、まあ、頼まなかったんですよ、わからないんで。で僕これってすごくもったいないと思うんですね。でだったらメニューにそれぞれ写真を載せろみたいな、それでもいいと思うんですけれども、メニューに写真を載せるってなったらメニューをアップデートするたびにですね、まあ、また印刷して、でその印刷は印刷会社さんに頼んで、でメニューのデザインはデザイン会社さんに頼んでみたいなって面倒だと思うんですよ。だったらもうブログでも写真でも何でもいいんで、テーブルになんかちょっとタブレットデバイスを置いておいて、それぞれのメニューの写真とそれが何なのかっていうのを簡単に説明するそのコンテンツ、そういうのを準備したらどうかなって思うんですね。で例えば、まあ、またスシローさんの話になりますけれども、スシローさんってまあ、くら寿司さんもそうですが、タブレットデバイスがあるんで寿司ネタと写真って絶対あるじゃないですか。写真があるとどんなものか分かるんで、まあ、少なくとも選びやすいはずなんですね。スシローさんだと僕すごいいいなって思うのが、寿司ネタを待っている間にタブレットデバイスでなんかイクラをすごい厳選してる動画みたいなのが流れてくるんですね。でそれを見て、あ、なんかスシローってすごいネタを厳選してるんだなみたいなのは僕教育されたことがあるんですよ。てか、あ、いくら美味しいのかなとかって思ったことがあるんですよ。まあ、だから僕各テーブルにそうやって自分たちが提供する料理の写真であったり、その刺身だったらどんな魚で、でそれはどんなお酒に合って、白身なのか赤身なのかとか、そういうのが分かるようなコンテンツを用意したらいいんじゃないかなっていうふうに思います。で飲食店の中にはですね、いやいや、そんなもの各テーブルに iPad とかタブレットなんて無理だよって思うかもしれないんですけれども、タブレットデバイスって別に iPad じゃなくてもいいんですよ。で PC ホームとかで見てみてください。今時タブレットデバイスってめちゃくちゃ安く買えるんですよ。僕だったら各テーブルにそういうのを置いて、でメニューもタブレットが難しいのであれば、少なくとも写真は準備するべきかなというふうに思います。やっぱり各テーブルになんかタブレットデバイスかなんか分かんないですけれども、まあ、どんな料理で、まあ、刺身はどんな魚で、まあ、どんな料理と合うのか、どんなお酒と合うのかみたいなのをお客さんに伝えたらいいんじゃないかなというふうに思います。以上がですね、デジタルマーケティングを仕事とする僕から見た飲食店のこういうデジタル化ができるんじゃないかっていうお話でした。ぜひですね、台湾の飲食店さんの参考になれば幸いです。それではまた。